アナさんチャンネルただいま、こちら、表参道に来ております。今日は何をしますか？登山表参道、表参道だって。うん。秋葉山に今日は登ります。約2時間予定しております。うん。メイさんの今日のファッションのポイントはどこですか？家にあるもので。これが、なんだっけ、アクセントに。オレンジのタオル？うん。差し色？いい、苔だ。虫除けするの忘れちゃってたから、ちょっと虫除けするな。うん。罠って、はっかってよくないよね。そうだ。犬用じゃないと。ちょっとさっきまで雨が降ってて濡れてます。今ちょうどお昼の12時ぐらいです。でもさ、ピカーンだったらさ、あの靴履かないとだったから、それでよかったかも。うん、そんなに多分さっき24度って出てたんで、うん、ね、いつもの暑さに比べたら、うんうん、アナも楽しいね、いつもと違うところのお散歩。アナも服着せてくればよかった。ハチ？うん。いよいよ林道に入っていきまーす。うわ、見たことない花。アナはまだ元気ですけど、メイさんがヘロヘロです。すごい、滑り止めつけていただいて助かる。嘘。あ、本当だ、歩きやすい。ね。わ、すごいな、なんかちょっと見えてるけど。アナ登れるかな。今下がってってる。アナ、おいで。登れっかな。あの、行こう。あんなに虫除けかけたいけど、ダメよね。もうジャングルやな。すごいね。よし、行くよ、アナさん。よいしょ。よいしょ。アナ、アナ、アナ、まだ元気？ちょ、登り、アナ、もう4時間ぐらい登ってきたでしょうか。まだ20分ぐらいじゃないでしょうか。僕は全然余裕があるんですけど、メイさんとアナがもうフラフラです。よくもそんなぜーぜー声で。アナは大丈夫？もうあとちょっとで山頂でしょうか。
まだ5分の1も起きてなかったと思います。あと1時間ぐらいかな。もうアナさんチャンネルなのにアナさんが映らないぐらい話されてしまいました。でも気にしてくれてる、後ろ向いてるずっと。ダル神社、そうかな、これ30兆もう買ってきたね、画面でお分かりいただけるの、これも千と千尋だったらもう入っちゃうね、世界にファッね、夢の世界って感じ。俺は全然元気だけど大丈夫二人とも大丈夫、行こうかな、ついてこい。俺は全然大丈夫だけど大丈夫二人とも、私たちは大丈夫よ、ね、俺は全然大丈夫だけど、あの本しか確認してるわ。よいしょ。こんな、行くよ。こんな、行くで。疲れてんちゃうん。なんか匂い嗅いでるけど。ああ、出た出た出た。この症状は何ですか？何？なんかさ、匂いがあってさ、そこに体こすりつけるときあるじゃん。ほらほらほら。わからん。ちょっとやめてよ、びちょびちょ汚れちゃうからやめとこう。芝生のときにしよう、また。はい、頂上の神社に着きました。小さくないですか？紛らわしいよね、頂上と間違えるよね、これね。なあ。行くか。うん、ヤブカがやばい、いる。嘘。うん。アナ行く？元気ある？行く？行く？テンション上がらんみたいな。もう来てるしな。よし、アナ行くか。行こっか。行こう。よーし。見てください。こんなに大きいカエルさん初めて見ました。びっくりした、本当に。何かと思った。iPhone と比べて iPhone ぐらいあるから腰が減るかな、わかる、びっくりした、怖い、初めて見た。アナさんも疲れてリュックに入っちゃいました。すごい傾く。あ、ちょっとチャック開いてきてるわ。あ、そう。危ないね。到着しました。秋葉山。頂上秋葉神社。だーん。
すごいね。すごいね、ジュビロの木がね。うん。音っていいのかな？ちょっとわからんからね、こっから。お金貯まりそう。な怪しい雷の音が鳴ってます。違うか、片付け中。雷じゃない。よし、じゃあアナさんとノトさんは、はい、まあアナ途中から登ってないけどね。そうですね、まあ、私が頑張っちゃいました。結構、まあ、この見晴らしいんじゃん。まあまあ成功ということで。利き手の石を手前から前方に向かって。おみくじ買っていく？うん。私は、じゃあ、どうしようか。この子にしようか。はい。ちょっとなんか、健康とか。かない健康とか、お願いします。よし、あそこ通せばいいんだよね。うん、いくよ。うん、あ、惜しい。惜しいね。あ、通った。健康は通りました。金は落ちました。じゃあ YouTube 1000人登録。はい、通ってないね。通ってないですね。健康だけ。はい。ありがとうございます。ではまた、私はお家で開きたいです。あ、でも結んでいかないとなのかな。そうだね。で、バッグの中入れて、でスキューキッチ、ご視聴ありがとうございました。少しでもこの動画を見ていいねと思っていただけたら、いいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。疲れました。お疲れ様です。まだ今から帰らんといかんから、はい、頑張ります、はい、お願いします。